鹿島アントラーズの上田です。ジュビロ磐田の大津幸です。アルビレックス新潟の島田泉です。フガノール隅田田口元気です。白井川大阪の檜山翔吾です。徳島ボルティスの田向大輝です。やっぱり丸場で戦術のところポジショニングとか非常に1対1の駆け引きだったり、テクニックだったり技術だったりとか、判断目の前の相手に攻守において絶対に勝つという気持ちと何事にもチャレンジすること、サッカーの楽しさとか、 なんか戦うところとか相手に負けないとかそういうことをマルバで学んだと思います。マルバで教わったことが生きてるなっていう実感を得ることもよくあるので、サッカー選手としてのベースを作ってくれた気概のない場所だなと、本当に大きく成長させてもらえた、自分にとって今プロでやっててもすごくためになるなと、これからのマルバの挑戦を応援しています。